さあ今回もウォーピップスやっていきましょう。さあ前回はね、一回敗北してしまいまして、ライフがね一つ減ってしまったんですが、その時にねこの使った部隊も失ってたんですけど、更新でねその敗北した時はライフだけ減るようになったみたいで、かなりこれで楽になるかなと。あとはスナイパー強化とかね、あとバギーかな、車が弱くなったみたいで、かなりね苦しめられた部分が一気に解消されたんじゃないかなと。で今回ここクリアすると次の面かなに行くと思うんで、まあ、どこまで行けるのかってことですね。まずは、無意味課税と作戦名なんですかそれは。まあこれはね、車もないですし比較的簡単かなということで、そうですね、なんか買った記憶があるんですけど、あそこセーブされてないのか、これ買ったよね、買って、あこれも買っとこうかな。じゃあでウォーピップコマンダー、重装歩兵にタレットは次の戦いに持ち越しかな。ここで得られるものないもんね、操作タレットやっぱ欲しいですから。で素潜れが来ると、いやこれ取っときたいな、油性使わなかったしね前ね。待ってね、まあ、油性持ってくか。よしよしよし。でワンちゃんはねこのボスに向けて使うんでいきましょうか。これでね、まあ勝てるだろうと。スナイパー敵強くなってないよね、どっちだろうね。まあ殺せばいいか自分でね。さあ無意味課税です。真ん中に橋があるので、ここを起点に戦っていけばいいと。サンドバッグ持ってくればよかったですね。さあまず開幕優勢ですよ。じゃあ開幕優勢大作戦ですね。結構来るね。あショットガンか。早く守備使いたいな。え、もう大工、ほんとだ、早っ。やっぱ優勢が壊れる。ユニットが来ない、ユニットが。まあ、とりあえず耐えてはいきますが、コマンダーいてもな。優勢はまあいいでしょう。え、どうしようもなくないこれ。開幕のこの勢いきついですね。タレット持ってくるべきだったね。これ自分で処理しないと無理なやつだ。コマン、どうだろう。あーナイスナイスナイスそいつ殺さないで、そいつ、あいなくなった、いなくなった。重装待ちたいけど、一人一人でしょうがないか言っても。重装がスナイパー、ショットガン耐えるイメージだったんで、こんなに開幕で来られると無理だね。タレット使うか。ここで失ってはないと確認できましたね。もうこれ上げちゃった方がいいんじゃないかな、いっそ。どうでもいい気がするよね。あ、車だけこれ行ってみるか、便利語。報酬にユニットがいないのはきついかな。別にそんな美味しくもないか。これコマンダーいいや。こいついらないですね。いや、でも、持つかいや、そんな変わんないぞ、状況が。サンドバッグがないので、そっか、守備の構築ができないもんね。タレットもないから。守備陣地が皆無ですから、もうこのタレットでもう、元。タレットでただ元。何も使わないでいいかな。何パーだ ?80% か。よしよしよし。
気分はスナイパーよ。あれ、あ、硬いんだねあいつね。レベルアップレベルアップで、オイルを使ってお金を稼ぐと。よしよしよし、タレットに投資するかも、いらないかもね他ね。これで戦ってる面が前回今回もかなりあるんで、これ結構安く上がったんでね、こっちだけで行こうかな。あ、でも攻撃はねいりますけど、かなりこのタレットでも出してるんで。痛いですね。レベルをもう一段階上げようかな。これやれやれ。で、これ多分はや、はまるの早くなったんですよね、このリチャージが。いけいけいけ。ここで活躍できなきゃいつするのよと。あ、オイル使ってなかったね。もったいないもったいない。オイルしかないのよ。いいよいいよ。耐えて耐えて。何の威力もないな。3人いるだけですね。まあまだ大丈夫でしょう。ちょっと食らいすぎかな。あ、もう反撃できますね。時が来たと。いいぞいいぞ。ゲージが溜まってますね。あ、いけいけいけ。これ 50% もあったっけ、この距離で。改善されたかな。いける、あれ、いけいけいけ。いや、ダサ。これは当たんないかな。いけいけいけ、これいけるね。はい、かいかいか。オッケー。やっぱ守備は1個持っていかないとダメですね。これでも違うんですよ。操作可能なやつを1個必ず持っていかないと辛いかな。まあ、万能なウォーピップが常にいないわけなんで、耐えられないと。はあ、じゃあとりあえず、タレットの命中精度上げよう。で、その上で、まあ、ないですけどね、連射力も上げ、連射力というか、撃てる可能数も増やしてと。まあ、こいつボスでしょ？ショットガン、まあ、車がいてと。オーピップも手に入るんで、ヨーボイップでいきましょう。スモーク、ガス、タレット手に入るか。ラレットいらないかな。油性やろうかな。いいんじゃない、ユニット的には問題なく。守備がちょっと怖いかな。タレット持ってくか。よし。いや、でもタレット持ってってもサンドバッグなければ意味ないんですけどね。パイロット絶叫大作戦。さあ、ボス戦ですよ。正直敵の強さなんかよりユニットの配置で負けてるんでね、そっちの方が重要な気がしますけども。さあ、
先ほどすぐ寄せを置いてやられてしまっているので、どういう風に展開しようかなというところで、まずは守備を固めてと。最初タレットにてやっぱ弱いな。まずレベル上げたいんですけどね。その手は使えないか。最初ゲージマックス始めさせてくれてもいいと思うんですけどね。そんな最初あっても何もないでしょ押せるわけでもないですから。あ、これめちゃくちゃ辛いな。どうしよう。レベル上げたいよね。4たまんないのに3個いってもしょうがないんで、とりあえずキープします。ガスグレ使おう。防御2つあるんで大変かな。守備使いましょう。ここで、あー煙が、あ上がってる上がってる。ここで撃って、あ毒まだ効いてるんですよ。あ毒強いな。いいねいいね。車には効いてないと思うけど、さすがに地雷やばあれなんかロケランとかないとダメなんですよね。いいぞいいぞ。油性をこの辺で置きたいな。置いちゃいましょうか。撃て撃て撃て。まずはあれを壊そう。あの上のやつね。ズームはできませんけど。そこでキープしてほしいな。動かないでほしいな、そこから。これもう煙を張ろう。来たヒーロー来たヒーロー来た。太鼓犬だと思ってるんでね。そこでどうにかしたいけど、あ来たね来たね。あナイスナイスナイス。守備が壊れた守備が壊れた。いけワンちゃん。あいつを殺せ。あいつを対人らしいから、あいつはね。いけいけいけ。突っ込め突っ込め。オッケーナイス犬刺さった刺さった。一方的な力よ。地雷除去どうしようかな。人道的じゃないけど犬しかないかな。たどり着かないわ。帰ってきましたね。どうしよう。時間で負けたくもないですから、もちろんね。なんとかならないかな。いいね、いけ。あれしかないんですよ、これこれこれが一番理想的なのかなと。壊すだけならね。敵が増える。ここなんか一瞬だけある。これボスのやつかな。まず一方的に殺して、よし来た来た来た。全然減らない。うわっ、タイミング合わなかったな。油性いけると思うんだよな。よし、油性ダブルでお金の量を増やしましょう。いや、あーダメだダメだダメだ。おーっと、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。そっからいけんのね。いや車だけかな。あ
ちょっとした時間に来るだけなのかな。え、さあ、上げました、上げました。とりあえずどうしたもんかな。犬行かせるか。犬をピップ大作戦。よし、もうほぼなくなったぞ。ここで終わったのかな。よし、タレット効いてる、タレット効いてる。もうでも守備ないと思うんでダメだと思いますけど。犬行け。あの機動力が効きますね。来た来た来た。もう攻め込む攻め込む。オッケー。もうそこだけを狙ったから今ね。そのためだけのやつでしたから。いや、もう行ってほしい、もう行ってほしい。犬も出せ、犬も。なぜ、おお、少々落ちたね。さあ、ちょっと硬かったんでしょうか。おお、増えたね。これ縦が気になるね、シルピップ。とりあえず1個目制して敵司令部占領、このね島々を取ったかなと。お、さあ次のも来ましたね。敵はまだまだ強く、あ、一旦リセットされるんだな。あれ継続していくんじゃないんですね。あ、じゃあもうちょっとできたかな。これで部隊が投入されやすいんですかね。もともと決まってはいるので、そこの数が変わるのかなと。あ、すごい、報酬が、車両が来てますね。いやー、第2目面白そうだね。とりあえず、まあ、回復が各面、あ、ここ2つあるね。失ったライフを回復できるぞ。戦力終わってると思うんですけど、ここは強化で、曲げないと、ろくな兵士が来ないんじゃないかなと。やっぱ OVIP ね、結構強いと思うんですよ。まあ安くなってね、数で押せるんですが。ボスはまた人、あー、ターニャですか。あなたワンちゃんで一瞬なのよ。ボスはどうでもいいかなと。どちらかというとショットガンとかに苦しめられてるかな。こいつね、スナイパーとかがいたら楽なんでしょうね。その面で言うと。まあ自分のタレットもあれば、撃ち殺せるんで。あ、スモークも結構効きますしね。ああいう、まあ、各種、環境アイテム的な、やつで敵を抑え込んで、彼が攻めていくと。道作りが大事ですね。お、あ、有刺鉄線にですね、これ結構さ、苦しんでたよね。破壊もできなかったんで、あれでしたけど。なるほど。いや、でもこの二つも結構いいんだよね。マーセナリアいらないけど。まあ、これならこっちかな。最低限の、あ、でも重装兵いなくなってますね。ドローンかな、これ。あ、ドローンが指定者攻撃、指定者場所を攻撃すると。重装欲しければ右に行けと。輸送する乗り物か。なるほど。お、プーマいいですね。まあ、ちょっと寄り道しながら行こうかな。ここの場合結構ね。さっき半分くらいだったと思うんで、もう2、3ミッション増やしてもいけると思うんでね。ただ、そもそも長いんでどうたまるかわかりませんけどね。